さあおはようございます、大竹遥のポジドラでございます。と言ってもおはようございますと言ってもですね、撮ってるのがですね、前日の、21時半ということで、未だ、バーサス森下投手とのね、劇的なさよならガチを引きずってるって言ったらあれですけどね、浸っているわけでございますけど、今日遠藤投手との、対戦ということで、そのお話、ね、柳投手のお話も含めてしていきたいと思います。まずこの遠藤投手、もともとはねリリーフの投手だったんですが、2020年に先発に転向したと。でその時ぶりの開幕ローテ、2年ぶりですかね、2年ぶりの開幕ローテを掴んで今出てきて6番目って決まった投手かな。で勝ち星もですね2020年の最終試合かなんかで白星上げて以来遠ざかっている、今度こそは勝ちてえぞというね気持ちで来るのは間違いないでしょう。でなんか記事を読んでると今年は幻惑投球つって、なんか打者のねタイミングをこうずらすような投球、まあ、要するに、ドラゴンズでいう柳投手みたいなクイックを混ぜたり、足をゆっくり上げてみたりっていうのを織り交ぜて投げてくるんじゃないかとね、ちょっと捉えるのが難しくなるね、厄介ですよね。味方にいると心強いですけど敵にいると厄介だなっていうね感じですよね。でまあ、去年はですね、前回登板はですね4イニング67球、これ何が起きたかっていうと、3回に、失点2失点かなんかして、で4イニング目でこのチャンスが回ってきたので代打を出されてしまったという感じですね。チャンスじゃなければ当然もっともっと投げていたはず。去年の2020年の最終戦白星掴んだ時は完投かな、ちょっと下手なこと言えないですけど確かそうだった気がします。で被安打4、奪三振4、四死球1、自責任2の防御率 4.50 ね、まずまずの投球かなという感じですよね。まあ、防御率 4.50 ということはですね、まあ、QS は達成しているような防御率、まあ、1試合しか投げてないんで何とも言えないんですけどね、まあ、まずまずの投球をしたよという感じでしょうか。で昨シーズンは、全然ね試合機会なかったんですね。1軍2試合しか出てない、かつ 6.2 イニングしか投げていない。なんで以下の情報というのはあまり当てになる情報ではない。ただ一つ言えるなら、去年は結果を残せずに、2試合にとどまってしまったということでしょうかね。まあ、奪三振率なんかねめちゃくちゃ高いですけどね、 6.2 イニングですからね、まあそこまで参考にならないのかな。まあ四死球率の高さっていうのはね気にはなりますよね。こういうところで、登板の機会得られなかったのかなっていう感じですよね。でホームランも浴びているとね。で右バッターによく打たれてるっぽいですね。対戦成績的には左バッターとの対戦の方が多かったんですが、右によくやられていた右ピッチャーだと。明日右バッターにね、期待できるかな。で、投球割合は、ストレートが半分以上、まあ、今日の森下投手じゃないですけどストレートをメインで使ってくる、ね、ただ後の変化球は絞りづらい、同じ程度で去年はね、投げていたということで、やはり今日のねドラゴンズ見てるとやっぱストレート差し込まれてるシーンっていうのが結構多かったんで、やはりですね追い込まれる前早いカウントからストレート狙いに行ってほしいなと思います。ただこの投手森下投手と違って球速はねそこまで速くないで、今日より僕はねアンダー期待できるんじゃないかと思います。で実は去年ドラゴンズ対戦してます。それがねこちらでございますね。1試合やって4回途中までで、防御率 4.91 撃破したぞというね、ドラゴンズから側から見ればチーム打率3割8分9かなり打ったぞ、ウィップ、1イニングあたりランナー何人出したか2人以上、ね、かなりランナーも出たぞというね、完全に撃破したと言っていいでしょう。で中でもよく打ってたのがこれらの選手ね、最近偶然だと思うんですけど、偶然なんですけど結構ねここのね3割以上の打者にね僕強打選手の名前よく上がってるなと思うんですよ。ただまだ今シーズンはね、結果全然まだまだ上がってきてないということで、そろそろね得意なピッチャーから弾みつけてほしいなと思いますね。まあ、守備はですね確実に上手い選手だしタフだし強打選手っていうのはねドラゴンズにとって必ず必要なバッターになるんで、そろそろ上げてきてほしいなと思います。そして木野拓選手もね今日長打出て、明日も、得意な投手から弾みつけてほしい。まあ、大島選手はね、昨日も言いましたけど打って当然であると頼むぞとね、今日のような、活躍、まあ、
そうですね、今日のような活躍期待したいと思います。で対しまして我がドラゴンズは右のエース柳投手が行くと、ね、前回登板はですね、まあ、ホームラン2発浴びて自責5点ですか、まあ、本来のピッチングはできなかった。ただ目を見張るのは7イニング120球近く投げたよというね、エースの意地でしょうかね、大野投手柳投手は崩れてもですね、立浪監督長く投げさせる、僕はねその方針すごくいいと思います。エースとしての自覚を持つべきだとね、彼ら2人にはね、ここは頑張って投げてくれたのかなと思います。これでね逆転を呼び込んだと言えるわけですからね。で昨シーズン、カープとは6試合やっていて防御率 1.93、 完全に抑え込んでみせたね。去年はですね森下投手、明治大学の後輩森下投手の投げ合いっていうのもね何度かありましたけども、意地を見せたのかなというね印象ですよね。被打率もだいぶ低い2割1分4厘、全然打たれなかったね。ウィップも 1.02、 ランナーほとんど出さなかったよ。もうパーフェクトピッチングをしているんですが、ちょっとね去年怖いのがこの3割以上のバッターを出してみたら結構いるんですよ。これ何が起きてるかっていうと、得意なバッターには全く打たれないけれども弱いバッターに弱いバッターに、なんていうんですか、まとめて打たれたという言い方がね、できますよね。この辺の選手は警戒、特に小園選手に関してはホームランも1本浴びている、ね。この辺は警戒かなと思います。ここから起点にね、あるいはここにね、得点決められてしまう可能性があるので、柳投手はなお気を引き締めて投げてほしいなと思います。以上ですね、今回はこういうところで、僕もねまた朝早く昼過ぎには起きて野球見たいと思いますんで、勝てば何ですか、また生配信もやろうと思います。あとまあお知らせなんですけれども、先週、テレ朝で放送されました中居正広のプロ野球魂っていうね、番組あったと思うんですけど、それの延長線として TVer でね、誰でも無料で見れるんですけど、登録も必要なしに見れるんですけど、そこに私ね、出させてもらっております。大野雄大投手のモノマネをさせていただいてるんで、ぜひそちらも見てください。以上大竹遥でございました。ナイスゲーム。